アンテラリエ賞は、コンクール賞、ルノー・オド賞、メディシス賞、フェミナ賞と並んで、フランスでの最も権威ある文学賞の一つである、1930年のフェミナ賞受賞者の発表を受けて、パリの社交クラブ、セルクル・ド・リュニオン・アンテラリエのジャーナリスト約30人によって創設された。セルクル・ド・リュニオン・アンテラリエは、1917年に、 パリパックのフォーブールイコールさんとのレ通りのペリネド、ジャール館に設立された高級社交クラブである。1930年12月3日、同社交クラブのジャーナリスト約30人が昼食をしながら、フェミナ賞の女性審査員による受賞者の発表を待っていたが、審査に時間がかかっていたので、しびれを切らした彼らは、ちょっとしたいたずらをしようと考えた。 フェミナ賞の受賞発表の直後に票をつくような別の受賞者を発表しようと考えたのである。話し合いの結果、満場一致でアンドレ・マルローの王道を選出した。マルローは当時29歳のジャーナリストあったが、すでに制服者で小説家として名を馳せていた。彼らはこうしてフェミナ賞受賞が発表されるや、否や、 アンテラリエ賞第一回受賞者を発表したのである。受賞発表が行われるレストラン、ラセールこうした経緯から、当初はジャーナリストが発表した小説に与えられる賞であったが、現在はこの規則は適用されない。審査委員会は原則10人のジャーナリストと前年受賞者によって構成される。現在ではジャーナリストに限定されず、 作家も加わっているが、すべて男性である。2019年の審査員は前年受賞者のほか、委員長、フィリップ・テソン、ジル・マルタン・ショフィエ、ステファン・ドゥニ、ジャック・デュ・ケーヌ、セル・ジュランツ、エリック・ヌ・ホフ、クリストフ・オノ・ディビオ、ジャン・マリー・ル・アール、ジャン・クリストフ・ルファン、フローリアン・ゼレールである。 50代の白人男性が選ぶ賞であるという批判もある。実際、2018年現在、各賞の受賞者に占める女性の割合は、メディシス賞では22%、ルノードー賞13%、コンクール賞10%、アンテラリエ賞9%である。また、第1回受賞作のマルローの王道をはじめとし、非常に多くの受賞作品が、 グラッセ出版社から刊行されたものであったため、アンテルグラッセと皮にくられたことがあったが、近年は、この傾向は弱まっている。受賞発表は、毎年11月初旬のゴンクール賞の発表後に、パリパックのレストラン、ラセールで行われる。ルノー堂賞とゴンクール賞の発表は11月初旬の同じ日、フェミナ賞とメディシス賞は11月第1水曜。 アンテラリエ賞はこれらの後、最後に発表される。他の権威ある文学賞と同様に賞金はないが、受賞作の平均売上部数は9万部とされる。ありがとうございます。